はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第151回でございます。で今回テーマが「俺の生徒にバカはいない」という、まあ、ちょっとねあのテーマ分かりにくいものになってしまってますがであと自己否定と油断そして夏休みをどう使うとこんな感じで喋っていきますのでよかったらお付き合いください。でですねあのー、このテーマの読んでピンとくる方も多分もういないと思うんですけど昔ねダラダラジオでちょっと喋ったことが「ダラダラジオだっけな?」 ツイキャスだったかなで、喋、ね、ったことがあるんですけど、あの、これ口癖なんですよ、俺。あの、塾講師の時から。俺の生徒にバカはいないっていうね。で、少し精神論というか、まあ、モチベーション、なんだろう、心持ちっていうとこをね、今回喋っていきたいんですけど、あのー、まあ、自分ね、もともと塾講師で、あの、個別指導塾の塾講師、1対3のね、個別指導塾で働いてたんですけど、 で、まあこれをすごい口癖のように言ってたのね。で、まあたまたまかもしれないし、まあ個別指導塾っていうのは、集団塾よりも、ちょっと勉強の苦手な方の方が多いのね。比率的には。一般的にそう言われてて。で、自分が担当してた生徒はすごく多かったの。勉強が苦手な子が。だから、例えば中3で入塾、塾に入ってくるときに、えっ、ー、と、政府の計算ができない子とか、普通に。マイナス5、足す2ができない子とか、ざらにいたしそんなの。うん。でも、 あのー、まあもちろんねきっかけは親にね無理やり連れてこられたことかも多かったけどさでもまあちゃんと話しはね話し合って頑張りますみたいな俺ちょっとできるようになりたいんで私変わりたいんでっていうふうに思ってる子がたくさんいたんだけどでもやっぱり勉強すればするほどこれは勉強苦手な子とかで今ねある程度できる子とかそれは関係なしに勉強ってやっていくとさこう成果が出ないというかやっても意味がないんじゃねえかみたいな。 そう、特にね、壁にぶち当たる時ってやっぱ出てきてて、で、その特に勉強が苦手な子とかは、もうどうせ私バカだからダメだよねっていうのよく言うの。で、これはね、保護者の方と二者面談する時にも、やっぱりうちの子ってバカなんでとかっていう発言をされる親御さんもやっぱりいらっしゃると。で、なんで俺の生徒にバカはいないとこね、あの YouTube の活動を始めてからこれも言ったのかな言ったことあったかなあの自分の動画の、 を使ってくれてる方にバカはいないいっていうのも同じように本気で思ってるんだけどまあこれはねきっとこの発言叩,とたた、えー、と叩かれる可能性あるでしょうけどね、まあ、関係ないですあ本気で思ってるんで,でどういうことかっていうとひとまずバカって何っていうところから始まるわけうんバカの定義って何っていうで一般的に言うと勉強ができない、まあ、偏差値が低いとか、うん、そういったところにまあバカっていうところをみんな感じてる子が多いわけだよ実際ね中学生教えてきててさ 高校生になるとね、若干そこがね、変わってくるんですけど、考え方が。でもやっぱり、まあ多くって。でも自分は、偏差値うんぬんで、バカは決まらないと思ってる人なの。じゃ何で決まるかっていうと、その、変化すること、自分を変えることに、戦おうとしてるか、諦めて逃げようとしてるかの違いかなって思ってる。で、これをね、あのー、まあ、極論で言ってしまえば、 逃げた子、諦めてる子っていうのことを、子がバカっていう方に入るんじゃないかなと思ってるね。まあそこをバカって言うっていうよりも、戦ってるんだったらバカじゃないでしょって。必死に変わろうとしてる。ね。っていうところで、ね、そんな子にバカはいねえよっていう。だから、まあ、自分の生徒その熟講師の時に、本当にできない子はできないんだよ。どんなにやっても、えっと、まあ80分だったかな。授業やっても、 一,一つとか二つとか新しいことができるようにならないんだよね、そのぐらいしか。でも、80分前の自分とは違うんだよ、それでも。前に進んでる。必死に、必死に不器用なりに戦ってやってるわけだよね。俺、そんな奴にバカなんて言えないもん、絶対。思わないし。うん。で、動画に関しても、いつも言うけどさ、YouTube って楽しい動画がいっぱいあるでしょ笑えるもの。ね。あとは、まあ、好きなね、アーティストさんのプロモーションビデオとかいっぱいあるわけですよ。 ね、面白いテレビのさ、再放送じゃないけど、そのアップとかもあるわけで。でもそんな中で、勉強しようと思って自分の動画クリックしてくれて勉強してるわけじゃんか。で、もちろんそこに、ね、こう、なかなか、問題解けないとか、ね、先に進まないとかっていう、そのなんか、もやもやした気持ちは出てくるかもしんないけど、いや、それでも、この YouTube で勉強しようと思って、勉強してる時点で絶対バカなんて、そんなことないと思うんだよね。 だから、その塾の時では俺の生徒にバカはいないって思ってたし、今のね、この活動してる中で、自分のね、授業動画使ってくれてる方の中に、バカなんて絶対いないって。で、コメント欄に、まあ、たまにもしかしたら見たことある方いるかもしれないですけど、自分は基礎、なんだろう、う基礎のね、問題を取り上げるからさ、英単語、今のきっかけ英単語もそうだけど、だから、いや、こんなん見るやつバカばっかだから、みたいな、コメントたまにあるんだよね。そう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 。まあ、気づいたらできる限り、あの、それはね、あんだっけ。 消すようにはしてるんだけど、こっちでまあ、でも今数もねコメントもほんとすごい多くいただくのでなかなかね対応しきれてないとこもあると思うんであの、そこで不快な思いさせてたらほんとにね申し訳ないんだけどいやもう見た時に思うもんね何を言っとんじゃんと思って <laughs> ここでね頑張ってできるようになろうってね、受験合格したいとかテストの得点上げたいとか学校の授業でもっとわかるようになりたいとかさ変わろうって。 思ってる人に、いや、バカなんていねえよってね。まあ、思ってるわけですよ。で、なんで今回この話をしてるかっていうと、夏休み入りますよね、もうちょっとで。で、これ、まあ、受験生メインの話にはなります。ただ、えー、受験生だけじゃなくて、まあ、中1中2、高1、高2、もちろん小学生の子もそうですけど、特に、こう、できるようになりたいなとか、変わらなきゃ、みたいなふうに思ってる子は焦ります。ここで。 でなんで焦るかっていうと、できない問題に出会うから。そう。あのー、勉強していく中で、全部ができるんだったら全然いいんですけど、そんなことないじゃん。ね、俺だって、まあ、わかんない問題、いっぱい出会うわけだし。で、わかんない。で、特に答えを見てもわからない。っていうのと、そういうのが積み重なっていくと、どん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 自分がダメに思えてくるんだよね。そうすると、やっぱり、あ もうバカだ私ダメだバカだからってね思っちゃうわけだよでそれをまあ友達に愚痴ったりする子もいるだろうしさうんでも今そこに自己否定と油断って書いてありますけどオレンジのとこに自己否定自分を否定することねバカだとかダメだって自分に言うことはこれは小さなことですけど口に出さない方がいい特に夏休みこの期間あの特に受験生にとっては夏休み本当に勝負です勝負の夏休みです あのー、昔やった中1中2とかね、まあ高一1二2の復習をするならここしかないっす。もちろん夏休み明けてからもできますが、夏休み後にすごいこう、ぐいっと、ぐぐいっと伸ばしたいんだったらここでやるしかない。復習は。で、そこの油断って書いてあるよね。で、夏休みは油断します。本当に油断する。で、なんでかっていうと、時間ができるんだよね。で、特に部活やってた子、もちろん吹奏楽とかね、 あの部活が残ってる子もいるでしょうけど、部活が終わってただでさえ時間ができてるところに、夏休み時間ができるんだよ。約40日。休みがあるからね。だから、無理しなくても、まあまだ時間あるしっていう気持ちで過ごしてしまうとあっという間に終わります。そう。だから、しっかり計画を立てる。まあ計画の立て方っていうのはね、昔ダラダラジオで別で撮ってるんで、ここでは詳しく喋らないですけど、 あのどういう風にやっていくのか。そして、夏休みが終わった時に、どういう状態になってたいのか。いいかなそのためには、どの問題集をどれぐらいやらなきゃいけないのか。いろんなことを考えて、しっかり計画立ててやってください。で、自分で計画立てたものをしっかり守るっていう。うん、そこを守ると、油断とうまく戦えるんじゃないかなって。で、まあ、もちろんね、こう、もう、勉強ーって。もうね、勉強だけーみたいな。 過ごし方が悪いとは思わないです。悪いとは思わないですけど、あの、俺はそういうのが無理なんです。メリハリがないと。あの、気を抜かないと、全然持たなくなってしまう人なので、遊んでね、しっかり。しっかり遊んで、しっかり勉強するの。で、それが勉強の方がちょっと時間と比率が大きく、多くなんなきゃいけない、受験生は。いいかな。そこのバランスは任せます、みんなに。うん、任せるけどね。あの、いつも。 言いますけど本当に夏休みはいい意味でも悪い意味でも変わるからあの夏休,み夏休み前にそのね志望校判定が余裕だと言われてた子がすごい厳しくなることなんてザラにあるし夏,夏休み後にねあれみたいな A 判定だとか D 判定じゃんとかザラにあるんだよそういうことってそうだからしっかり油断せずにやってほしいでも今回伝えたかったのは自己否定しないことでねでもさ自己否定したくなるんだよだってできないんだもんって なっちゃうんだけど、あの、これ自己否定にちょっと慣れにくい方法があって、これは一日勉強するじゃないですか。で、勉強して、一日の最後。まあ、寝る直前とか、その、一番最後の勉強でもいいです、夜の。最後の、その日の最後に勉強した時に、今日何をやったのか。何を自分ができるようになったのかを確認してごらん。で、本当は、もうちょ、俺一緒に住んでるんだったら絶対やらせるんだけど、その制度に。絶対やらせるのが、寝る時にね、布団入るじゃん。ほにゃららって呼ぶじゃん。 今日さ、何できるようになったか言ってみに口で。って言って。で、そこでしっかり言えるようにしてほしいの。そのためには、勉強していく中で、今日何やったっけって、覚える、覚えようとしなきゃいけないし。で、その寝る直前にね、例えば今日やったことが何で言うと言うか、何でもな何で言うといいかって言うと、自分が今日頑張って、これができるようになったんだって実感できるから。あ、これだけ前に進んでるじゃんって。 勉強って得点が一番分かりやすい。何点上がったとか判定でもいいや。D 判定が A 判定になったとか。その見た目でパッと分かるもんが一番いいんだけど、夏休み中ってそれがなかなかないので、前に進んでる感覚がぼやけるんだよね。これちゃんと意識しないと、闇雲に勉強してる感じがするから、すっごいモチベーション下がっていくの、どんどん。やっても意味ないんじゃねえかみたいな。特になっちゃうから、そうじゃなくって、一日勉強したらこれができるようになったよねって。 私頑張ったじゃんって。俺今日やったな今日頑張ったよ俺って。ちゃんと言ってあげる。で、できればその翌日、次の日に前日やったことをもう一回確認するの。で、そこでできなくなってもへこまない。人は忘れるんだから。そこで一日抜けてしまってももう一回入れ直せばいいの。極論一番言ってしまえば受験当日に覚えてればいいんだから。いい一つや一つ二つの失敗なんかで気にしちゃダメ。 なので、できれば自分をすぐ否定してしまう子なんかはその寝る前に一日やったことをしっかりっ確認する。そして、口に出して気持ち悪いって思うかもしれないけど、できれば口に出して今日頑張ったね私、おやすみって言ってあげるといいです。で、これ、あの、ダラダラジオ保護者の方もね、よく聞いてくださっているので、ちょっと保護者の方にお願いがあるんですが、あの、特に受験生、これは別に自分の考えなので、そういう考えもあるんだなと思って聞いていただければ嬉しいんですけども、 あのー、受験生の方に特に自分のね娘さん息子さん他の親御さんと話してる時まあ塾のね三者面談とかもそうですけど人前で自分のお子さんを褒めるって難しいですよねやっぱりちょっと日本人の気質として気恥ずかしいところが出てくるので難しいんですが褒めろとは言わないです言わないですけど蹴落とす言葉を言わないでくださいこれは受験生のこの時期まあこれ受験生だけじゃないんですけど あの子供たちにとって自分の親からもううちの子バカなんでってふざけて言われるだけでもへこみますこれはこれは,これはあの本人が笑ってもうまた言ってるやんみたいな反応したとしてもそれはじわじわ効いてきます確かにもしかしたらお母様からお父様から見て娘さんや息子さんの特典が良くないかもしれないです でも、変わろうと思って頑張ってる姿がちょっとでも見れる。もしかしたら、もっと頑張れよと、もう携帯ばっかいじってとか、ね、ゲームばっかして、電話ばっかして、LINE ばっかして、みたいな、いろいろ突っ込むことあるかもしれないですけど、でもちょっとグッとこられて、ただ、言わなきゃいけないときは言わなきゃダメです。それはちょっとわからないですよ。その状況によって違うんですが、できる限り、あの、落とす言葉を言わないようにしていただけると、うん、いいかなと。これは、ま、実行者の時の経験のね、話なので、もしよかったら、 参考にししていいただけると嬉しいです、すで、えっと、これはね、また受験生とかあの学生のみんな本人に戻るけどあ、さっき言ったように、あの、携帯あるじゃないですか。夏休みをどう使うっていう話も繋がりますけど、あの夏休み、まあ、油断っていうね話もしたけどさ、スマホ持ってる子がほとんどだと思います。で、LINE やってる子もほとんどだと思います。Twitter とかもね,あね、やってる子多いと思うんですけど、あの、この夏休み中にスマホを 受験勉強の味方にしてください。いいですか敵じゃなくて味方です。足を引っ張るんじゃなくて。あのー、某 CM でサボローってありますよね。で、サボローと頑張ろうとガンバロというか話を僕するんですけど。ガンバロね。で、スマホをサボロうではなくてガンバロに変えるんです。これどういうことかっていうと、スマホはですね、学生の80%はサボロうだと思います。サボロうの存在です。なぜなら、 気になって足を引っ張るんで。もし勉強してるとき、えっ、ー、と、机、えっ、ー、と、前に、えっ、ー、と、ノートとか開いてますね。目の見えるところに右前に携帯置いててください。LINE の音が鳴らなくても画面が光った瞬間気になりますよね。ちょっと見ようと思いますよね。もうこの時点で、そのスマホはサボロです。足を引っ張ってるんで。ではなくって、勉強するとき、よく言ってますけど、あの、家で勉強するときは音を切って、バイブも切って、目の見えないところに置くんです。 やるときは。で、やるときは時間で決めるんではなくて、ここまでやったらスマホいじるみたいな。っていうの決めるの。でもそのときにもしかしたら勉強しようと思ったときに、LINE をしてると友達と。で、グループ LINE かわかんないよ。LINE をしてたとしても、ちょっと今から何ページ分勉強してくれるからねって言って、あ、頑張ってねって、私も頑張るって言える中じゃなきゃダメだと思う、もう受験生は。それを、は、マジでって。っていう,うのは、友達かって思ってしまうのね。 で、頑張ろうになる存在どういうのかっていうと、そうやってメリハリをつけて邪魔をしない存在するの、スマホ。目に見えないところに置くとか工夫をしてね。で、たまにそのね、休憩の時とかに LINE をして、友達と頑張ろうねって、私も頑張ってるから、うん、俺も頑張る、私も頑張るって。そのスマホを使って友達と繋がってやる気アップするんだったら、そのスマホは頑張ろうになるから。同じ LINE を使うってなったとしても、使い方次第なの、基本的には。で、よく勉強中にね、そのスマホ、 ちょっと見るぐらいだったらいいじゃないですかって言われるんだけど、ちょっと見た瞬間に勉強してた脳が一瞬そっちに切り替わるんだよね。切り替わってまた勉強の脳に戻すのって、それってすっごいエネルギーを使う。もったいないし、今解いてた問題のことすぐ忘れるからね。そう。で、集中するためにもスマホをみんなにとっての頑張ろうにしてほしい。この夏休みで。で、これは普段からスマホをいっぱいいじってる子、使う子、自分も使いますけど、すっごい大変です。これ買えるのって。 大変だけど、できるから誰でも頑張れば。なので、まあ、その辺もね、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。すいません。ちょっとね、長くなっちゃいましたけど、今回は、えっ、ー、とね、ハイチのダラダラジオ第151回、俺の生徒にバカはいないというテーマで喋らせていただきました、えー。今回もね、ここまで聞いていただいて、本当にありがとうございました。 で、今回ね、あの、表紙には書かなかったんですが、えっ、ー、と、今週の、えー、14日、もしくは15日ですね、あの、自分の初めての参考書が発売されます。あの、アマゾンの方でも、あの、予約受け付けてたりとか、で、なんか違う楽天かなんか、楽天なんだっけな、あの、言われたんですけど、ではなんか売り切れてるらしいので、まあ、もしかしたらね、元々入荷が少なかったのかもしれないんですけど、あの、全国の書店でも並ぶ予定らしいので、もしよかったら、 あの、ちょっと書店の方でね、見て、あの、表してパッてわかりますんで。で、ちょっと見た目どんな感じか見たければ、自分のツイッターのあの固定ツイートのとこに Amazon のリンク貼ってありますんで、 そこをポチッて押してもらえると、それで買うことにはならないからさ、ポチッて押してもらえると、あのあこんな表紙なんだ、こんな見た目なんだっていうのがわかりますので、もしよかったらチェックしてみてください。で、ツイッターの方は、アット、ハイチ、アンダーバー、とある、で、ひらがなのハイチで検索してください。漢字だとちょっと出てこないので、ひらがな3文字のハイチで検索してもらえば、一発目に出てきますので、もしよかったらそちらの方もチェックお願いします。では、次回。またね、何か喋りますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。今回はこれで終わります。 以上です。ありがとうございました。